倉庫のそこそこラジオ。どうも、関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオ、今回のテーマは国道58号線の底がです。まあ、全国津々浦々主にバイクでツーリング旅をして、下道国道を走って制覇するのが趣味だったりもする僕倉庫が、今まで実際に走ったことのある国道なんかを取り上げているんですけども、今回はまあバイクではないんですが、国道58号線の底がというところでね、見どころであったりとか実際走った時の思い出なんかをお話ししようと思いますが、国道58号線と聞いてパッとイメージする県といえばやはり沖縄ではないですか。僕もそうだったんですけども、実際のところ国道58号線起点は鹿児島県鹿児島市の中央公民館前なんですよね。そこから終点沖縄県那覇市明治橋に至る一般国道なんですね。陸上の距離はおよそ250キロなんですが、途中海上区間を含めて海上区間の距離はおよそ600キロなんていうことで、まあその鹿児島からですね、種子島そして奄美大島を経て沖縄本島に達するので、海上区間が大部分を占めている。まあ航路のところも船のところも国道としてね、日本では結構その海上区間も認定されてるんですけども、鹿児島市内ではおよそ700メートルほどしかないということなんですけども、朝日通りなんていう愛称がありまして、その起点のところには西郷隆盛の銅像があってですね、そこがスタートで、そして種子島の沿道には鉄砲伝来の碑なんかもあったり、奄美大島では日本最大級のマングローブ原生林を一望できる道の駅なんかもあるということなんですが、鹿児島のその起点のところは行ったことあるんですけれども、種子島奄美大島では走ったことないんですが、その沖縄のメイン区間といいますか国道58号線はですね、僕全制覇、まあ、車だったんですがしたことあるんですけども、沖縄県では沖縄の大動脈としてね、まあ知られている国道58号線で、かりゆし58の58はこの国道58号線の数字ですよね。そこから来てますよね。でこれも僕知らなかったんですけど、九州沖縄を通じて交通量が最も多い国道であるということで、まあ本当に沖縄なんかの大動脈ということですが、そもそもは戦後ですね、アメリカ軍が整備指定していたハイウェイナンバーワンがその元となっていて、当時は緊急時の滑走路としての利用も考えられていたということなんですけども、まあ紆余曲折あり、その後ねいろいろ歴史的な背景もあって、日本に沖縄が返還された時にですね、まあ一般国道58号に指定されたんですけども、その前に、まあ、1972年とかにね返還されますが、その前に1965年に国道自体のその道路交通法ですかね、がちょっと改定されていて、道路法かな、1級国道と2級国道っていうのがあって、1級国道は番号が2桁までのもので、2級国道は101号以降というふうに分けられてたんですけども、1965年から1級2級の区分がもう廃止されて、全て統合されて一般国道になって、この時一般国道になった時1級国道100号に達してなかったんですよね。で2級が101号、それから新たにできる国道はもう3桁の番号になってたんですけれども、272以降かながどんどん増えていったわけなんですけど、
特例としてその1972年に日本復帰時に鹿児島から那覇市の道路が国道58号に指定されて、なのでその59から100までは国道ないんですよね、欠番のままで。後から58だけ、まあ一級的な扱いですかね、昔でいうとこの一級的な扱いで、あの沖縄復帰とともに58号も制定されたなんて、そんな歴史がある国道なんですけれども、まあその国道をですね、僕はあのフリーター時代ですね、20代の時にあの沖縄区間だけですけども、レンタカーで完全走破縦断したことあるんですけども、まあ当時のバイト仲間と男性2人だけで沖縄旅行行きましてね、まあなんかこう来る日もバイトに追われていて、なんかこうリフレッシュしたいっていうので沖縄行ってですね、でまあ事前に予約していた通常ランクのレンタカーを予約してたんですけども、なんか向こうの手違いで全て出払ってしまってて、申し訳ありませんと、料金はそのままでいいのでグレードの高いオープンカーが手配されて、これどうぞ乗ってくださいって言われて、まあラッキーかなと思いつつも、まあ男2人でね乗ってオープンにすんのもな、ちょっと恥ずかしいなとか思ってたんですけど、で初めその那覇とかから、まあ都会の方からね走っていくにつれて、だんだんとですね、名護から北部に向かうにつれて、こう左手にはまあエメラルドグリーンの東シナ海の海、右手には亜熱帯の原生林の山々というロケーションが織りなす、こう美しい海岸線なんですよね。58号線上の方に行くに従って、北上するに従って、でまあ3月やったんですけども、初夏のような陽気にですね、なんか旅の恥はじゃないですけど、もうそういうのはもう一瞬にしても吹き飛びましてね、これはもう人生初のオープンにするべきだろうということで、オープンカーで南国の風を全開に浴びながら海岸沿いの58号線とかをひたすら走って、あと原生林の中なんかも走って、めちゃくちゃねいい経験できた、そんな思い出があるんですけども、いつの日か今度はあの向こうでレンタルバイクをしてね、バイクで58号線再び走ってみたいななんていう夢もあったりします。今日はそんな国道58号線の底がでお話ししました。聞いていただきありがとうございました。そうこうでした。さよなら、バイバイ。